こんにちは、松風エベガシンです。今日はですね、太鼓の打ち方を、紹介していきたいと思います。まずはですね、和太鼓というとこのドンという音を連想されると思うんですが、そのドンという音を出すためのですね、コツを今からご紹介していきたいと思います。でですね、まずこのドンという音を出すためにですね、3つポイントがあります。3つですね。はい、まずは1つ目、打った時にこのバチが、はい、この適度にバチ先が上がってる状態ですね、はい、になる必要があります。この状態ですね、はい。この高さ、この目安なんですけど、やはりこの太鼓を一番真ん中ですね、真ん中の部分を打つと、いい音がするんですね。その真ん中の部分を打つためには、この今使っているサイズはですね、カシバチの42センチの8分というものを使っているんですけど、このサイズのものを使う場合はですね、だいたいこの端から4センチぐらいを余したところを持って、このドーンって打ってですね、この拳ですね、拳の薬指あたりがちょうどこの縁のところに来ると、ちょうどこの真ん中のところを打ってくれることができるんですね。このこっちから見ると分かりづらいんですけど、横から見るとこの薬指ですね、ありますか、ここが薬指ですね。この薬指のところがちょうどこの縁のところですね、縁のここのところですねに、拳が来るとちょうど真ん中を打ってドンっていう音がするんですね。はい、この音ですね。で、あとこの拳の高さですね、これがこの縁から15センチから20センチのところ、これあまりこう上がりすぎるとですね、この割合ですね、はい、なので、あまり低すぎてもこの音がドンっていう音が鳴らなくなってしまうんですね。なので適度な高さに上げてあげる必要があるんですけど、その適度な高さが、この皮の縁のとこからですね、拳2つ分か1つ半ですね。この拳、だいたいこれ10センチぐらいあるんですね。10センチぐらいあるんですね。皮とこのバチの距離ですね、この余韻によってドンっていう音が鳴っていくんですね。なのでこれがこうバチの高さがですね、皮とバチの高さが短くなっていくと、当然この音の余韻がなくなるので、ドってこう短くなっていくんですね。これがこのここまで上がるとこのドンっていう音になっていくわけですね。ドン、はい、これが一つ目のポイントです。そしてもう一つ目のポイントですね、二つ目のポイントですね、拳がクーになる必要があります。拳がクーですね、はい。これこういうこの変なグーですね、ありますか、この手首が伸びてこういう状態になると、この太鼓に近すぎてですね、ズーってこうなっちゃうんですね、はい。これがちゃんとこの拳、このグーの状態から、この手首ですね、手首がこう返っちゃうとですね、この太鼓の皮と近くなって音がしっかり鳴らなくなっちゃうんですね。なので打った時にこの手首ですね、ここがこうちゃんと返ってる状態、はい、この状態ですね、このまっすぐの状態、この時にドンって打った時にこうならないっていうことですね。押さえつけて力を入れてこういう風になると音が短くなってしまいますんで、ちゃんとこのグーですね、はい。からこれは普通にスッと腕を出した時にこの胸の高さですね、このまま拳をスッと出したときに、ちょうどまっすぐなライン上にこの拳がある状態なんですね。で、このまま上半身の方をこの太鼓の方に突き合ってあげて、ちょうどこの胸の前にスッと手を出したポジションですね。この手首が返らずに
ダウンまで来てるとドンっていう音になっていくんですね。はい、この親指がですねちゃんとこう握れていない状態、こういう状態ですね。これ一番危険ですよ。打った時ですね、ここからこうすっぽ抜けてですね自分に当たったりする時あるんですね。この親指がしっかりちゃんとこのグリップグーってこう握れてる状態になってないと危険です。はい、であとこの指ですね、指ちゃんとこのグーになってるっていうことなので、この指がこうピョって出たりしていない状態ですね、打った時にこう指が出たりとか、こっち側の方にこのちゃんと握れていない状態ですね、こういう状態だとまたこの音がドーンっていう音がしなくなってしまうので、こういう状態ですね。この拳が変な状態ですね。ちゃんとこのグーからこの親指の股の方にこのバチが来ると、しっかりしたドンっていう音になるんですね。はい、この親指の股の方ですね。はい、なのでこの2つ目のポイントはバチが親指の股の方に来ているというところと、あとですね、この拳が、ちゃんとグーになってるってことですね。この変なグー、この手首を返して力を入れて、返さないということですね。ちゃんと手首がこの自然な状態になってるというところですね。これが2つ目のポイントとなります。そして3つ目、これは一番重要かもしれませんね。脱力です。脱力、はい、このですねグーの状態なんですけども、手のひらの中はすごくこう力を抜いてる状態にするといいんですね。結局この握りしめたままだとバチがこのまま固まってしまうので、こういう音しか出ません。もう情けない音ですね。はい、でですね、この手のひらの中をこのプラプラにしておくんですね。このプラプラ、この小指の方まで緩めて、はい、するとですね、このバチがこう勝手にこう振って動いてくれるんですね。こういうふうに。で、これ早くてわからないと思うんですけど、バチがこうブワッて一回このバチの反対側のこっちですね、こっちが太鼓の方にこう一回向くんですね。こういうふうにブワッて こっちがですね、ここがこう太鼓の方に向くわけですね。力が抜けてることによってバチがこういうふうに触れるので、見えなくなりますね。で、はい、こういうふうにバチが横からもがですね、バチがこうブワッてこう動いてるんですね。この状態で拳の中をプラプラにしておくことによって、バチがですね、勝手にもう仕事をしてきてくれるんですね。分かりますか、この腕をちょっと振っただけでバチが太鼓の方に行ってきて、ここに戻ってきてくれるんですね。力を、脱力ですよ。力を抜いておくんですね。これギュッと握りしめちゃうと、もうこういうこのバチがこんだけしか動かないですね。こうですが、こっからここまでしか動かないですけど、これ力を抜くことによって、このわかりますか、このこれだけこうバチがですね、この軌道を描いてくれるんですね。このここですね、こうブワーってこう、ちょっとね、なんとか高性能なんとかカメラじゃないとね、映らないんですけどね、このブワってこのバチがこういうふうにこう動いてくれてるわけですね。から力を抜くことによって負担をかけずにこのドンっていう音を出せるんですね。ドン、はい、からこの状態で打つのが重要となってきます。ドンですね。左も一緒です。右手も左の手もドンドンドンっていう音がありますね。これがドンという音を打つ時の